日光東照宮。日光東照宮は、日本の関東地方北部、栃木県日光市に所在する神社。江戸幕府初代将軍、徳川家康を神格化した東照大権現を祀る。日本全国の東照宮の総本社的存在である。正式名称は、地名等を干渉しない東照宮であるが、他の東照宮との区別のために、日光東照宮と呼ばれることが比較的多い。 その歴史は少なくとも、源義朝による日光山造営まで遡り得るもので、源頼朝がその母方の厚田大宮次家の出身者を別当に据えて以来、鎌倉幕府、関東区保、後北条氏の歴代を通じて、東国の宗教的権威となっていた。こうした歴史を背景に、徳川氏は東照宮を造営したと考えられる。現那2年4月17日、 1616 16年6月1日、徳川栄康は、駿府、現在の静岡で死去した。異名によって以外は直ちに、駿河国の久能山に葬られ、同年中に久能山東照宮の完成を見たが、翌、元那3年、1617年に、下屋国日光に改装されることとなった。日光では、同年4月、4月に社殿が完成し、作事武行は、 東道高虎が勤めた朝廷から東昇大本原の信号と正一くらいの異界の追増を受け、4月8日、5月12日に奥院病棟に改装され、家康死去の一周期にあたる4月17日、5月21日に千座祭が行われた。なお、改装の際、吉田神道と山王神道のどちらで祭るかで論争となったが、天貝が主張した。 三の和美神道が採用され、薬師如来を本事仏とする神仏修行によって祀られることになった。官営十一年百6 3 4年には9月、9月か10月に三大将軍徳川家光が日光社賛し、官営十三年百6 3 6年の21年新規に向けて官営の大造体が始められ、 荘厳な社殿への大規模改築が行われた。総奉行、日光造営奉行は、秋元康朝、不審は、江戸は元より京、大阪からも集められた宮大工たちが、作事方、大統領、コーラ胸弘一門の指揮のもとで務めた。この年には、江戸に来訪した朝鮮通信士が、津島藩主、宗氏の要請で、日光参詣を行っており、 将軍家の政治的意向にも利用されている。商法2年1645年に朝廷から宮号が授与されて、当昇者から当昇宮に改称した。国家死後の日本の神として翌年の霊祭からは朝廷からの法兵が恒例となり、法兵士、日光霊兵士が派遣された。家康が日光に祀られることになったのは、家康本人の遺言からである。 コンチーン数伝の日記である本広告誌日記には遺体は苦悩山に収め、中略一周期が過ぎたならば日光山に小さな銅を建てて誕生し、神として祀ること。そして八州の鎮守となろうと残されている。家康が目指した八州の鎮守とは日本全土の平和の守り神でもある。家康は不動の北進、北極星の位置から、 徳川幕府の安泰と日本の高級平和を守ろうとしたと伝えられている。明治元年、1869年の神仏分離により、日光は神社の東照宮、二良山の神社、寺院の林王寺の二社一寺の形式に分立した。現在でも一部の施設について、東照宮と林王寺の間で貴族について形争中、ものがある。1873年、 明治6年に別格官兵舎に列せられ、第二次世界大戦後は神社本庁の別表神社となっていたが、1985年、昭和60年に神社本庁を離れて単立神社となった。なお、平成25年度から平成30年度まで、2013年から2018年の期間に小西美術工芸者により、平成の修理が、 陽明門でも行われている。表参道の先にある高さ9メートルの石鳥居は日本最大のものであり、福岡藩の初代藩主、黒田長政によって寄進されたもので、福岡藩領内、現在の福岡県糸島市にあるかなり、山から、回路、水路、陸路を使い15個の石を運び、積み上げて作られた。日光東照宮の建物には、 多様な動物の貴重像が見られることが多い。神級者には、猿の彫刻を施した8枚の浮き彫り画面があり、猿が馬を守る動物であるという伝承から用いられている。この8枚で猿の一生が描かれており、ひいては人間の平和な一生の過ごし方を説いたのとなっている。日光の貴重像の中で眠り猫に続いてよく知られている、見ざる、言わざる、 着飾るで有名なな三円は、このののにに作られたものの一枚に過ぎない。日光道将軍は、恩明道に強い影響を受け、本殿前に設けられた、陽明門と、その前の鳥居を中心に結んだ上空に、北進、北極星が来るように作られているという。また、その線を真南に行けば、江戸に着くとされ、さらに、主要な建物を線で結ぶと、北と、 北斗七世の配置と寸分違わぬよう設計されているという。そのため、陽明門前の写真見せ屋のあるあたりが、気学における、詩人相応の土地章と言われている。日光東照宮の陽明門は、建物全体がおびただしい数の極彩色の彫刻で、覆われ、一日中見ていても飽きないということから、日暮し五門と称されている。門の名は、 平安京大大理外閣十二門のうちの陽明門に由来する。陽明門は表門から三道を進み、石段を二つ登った先に南面して立つ。門の左右は袖笛を介して東西回路につながる。門を入ると正面が空門で、その先には廃殿がある。陽明門は他の社殿と同様、寛永十三年、1636年の造体である。 建築形式は三軒一コ楼門で、規模は桁雪、間口が約7メートル、張間、奥行きが約4メートル、胸までの高さが約11メートルである。屋根は入り萌屋造り、銅瓦原吹きで東西南北の各面に東波府を伏す。正面東波府下には、ご水の天皇神筆の東昇大権現の直額がある。組物は上層が見て先、 腰組はしで先で、中上のみでなく、柱間にも密に組物を置く爪組とする。抜きは二軒、茂たるき、蓋の木茂だる木でたるきで大にたるきとする。初層の柱は、円柱で、石杖板削り出しの礎石上に立つ。初層の柱間は、自腹、腰抜き、火抜き、頭抜きで固め、頭抜き状に台輪を乗せる。石杖板系の礎石、抜きの多様、台輪の使用。 爪組み、扇たるきなど、細部は全集様を基調とする。柱、抜きなどの軸部材は、五分塗りで白く仕上げ、洋書にト金金具をはめる。初層柱には、地紋彫りを施す。地紋彫りは、グリモンの地の上に、丸分を散らし、丸分の中には、鳳凰、苦弱、二つ、蝶、竜、像、虎、ボタンなどを表す。十二本の柱のうち一本。 背面西から二本目のみは、グリブンが上下逆差にな、折、魔よけの逆柱と称されている。また、建物をすべて完璧に完成させると、いずれ崩壊するという言い伝えから、一箇所だけわざと、完璧にせず、崩壊を防ぐという意味もある。初葬中央間にクロールしぬりにト金金具で飾った、両開き扉を釣り、両脇間は表側に一体の随心像、裏側に、 獅子一体を安置する。これらの像の周囲の壁面は、五分塗りに、失白仕上げのボタンから草分の彫り物で飾り、欄馬、悲願と頭抜きの間は黒漆塗りの地に、花鳥の彫刻を貼り付けている。その髪型の組物は出組で、と、マスやひじきは、失白とし、組物と組物の間は、菊下分の彫り物を入れる。初葬の自腹、腰抜き、悲観 柱抜きなどの水平材は柱などと同様、5分塗りで、柱抜きは、ボタンから草分の呪文の上に、様々な死体の投資師の彫り物を廃する。柱抜きの木花も当時師であり、アウンを交互に廃棄する。その上の死で先の組物は、戸やひじきを黒うるし塗りとし、両線部に金箔を押し、ボタンから草分の陳金彫りを施す。通りひじきにはトキンの木工系金具を打つ。 組物間の空間、BY タには、中国の先見や、仙人などの人物像の彩色彫刻がある。詳細は口述。組物の四、手先目の木花は彩色の投資紙,紙となり、その左右にはボタンを表す。初層の内部天井は、中央間、通路部分が二面の墨絵の雲流図となり、その周囲には彩色の雲門がある。両脇間の天井は、東が天女図二面。 西が、火料瓶画図2面をいずれも彩色で描く。初僧量側面の外壁には、金箔の地に、彩色のボタン流木の彫り物があるが、これは、当初のものではなく、寛延2年、1749年から法暦3年、1753年にかけての修理時に制作されたものである。昭和十九年、百七十四年の修理時に、現在のボタン図の下から、 灯油彩色の鶴に色花鳥図が発見された。灯油とは、灯油、エア油などを、顔料の溶剤とした、絵画技法である。上層は円柱を頭抜きでつなぎ、その上に台輪を乗せる。柱、抜き、台輪等は、初層と同様の五分塗りとし、柱には、松川菱の呪文彫りがある。頭抜きの木花は、龍馬となる。龍馬は一見、龍と似ているが、 前足に馬のようなずめがあることから区別できる。頭抜きは波間に龍馬の地門彫りを施し、正面及び背面の中央には大型の万竜の彫り物がある。上層の柱間装置は正背面の中央間を黒漆塗りの三からととし、正背面の両脇間及び、当面、西面はそれぞれ変形下等窓とし、方々円門で飾る。中央間の3。 カラトの前にも変形下等窓型の枠がある。三、カラトの左右には五分塗りの上り竜折り竜の彫り物があり、正背面の両脇間及び、当面、西面の下等窓の左右には五分の小畜の彫り物がある。上層の周囲には高覧を巡らす。高覧の四隅の柱は逆連の中刀を用いた全衆様である。この降覧の羽目糸にはカラコや植物、 鳥などの彩色彫刻がある、口述。上層の組物の仕上げは、初層と同様で、戸やひじきを黒うルし塗りとし、両線部に金箔を押し、ボタンから草分の沈金彫りを施す。デゲタは、群青地の上に、ボタンから草に、鳳凰分を描く。組物間の空間、琵琶板には、鳳凰の彩色彫刻がある。上層の組物には、おだれきが上下二段に入り、 上段のおだれき先は、竜、下段のおだれき先は、竜と似るが、異なった動物である、息、き、読み方は、側場は、息きとされている。四隅では、おだれきが三段になり、上段から順に、竜、運形、息きとなる。息きという架空の動物の名は、法歴三年、1753年にまとめられた、お宮波脇動舎結構書、法歴結構書という資料に出くる。 この資料は、東証区内の建築装飾の主題や技法について、詳細に記録した書き物である。遺跡という動物名はこの資料にしか見出せず、遺の作例も日光東昇具の陽明門と、拝殿以外の場所にほとんど見出せないことから、その正体は謎であり、読み方も、即か、遺跡か不明のままである。遺は、外見上、竜とよく似ているが、角が一本であること、 花が豚に似ていることなど、明らかに異なった図像的特色もある。日光東照宮の社殿はおびただしい数の彫刻で装飾されており、陽明門のほか、表門、回廊、唐門、拝殿、本殿などにも数多くの彫刻がある。総数は5173体で、そのうちの508体は陽明門にある。これらの彫刻は単なる装飾ではなく、 徳川栄康を神として祀る社殿において様々な象徴的意味を担っている。人物彫刻には中国伝説や古事に取材したものが多く、長寿の彫刻には霊獣、霊長と呼ばれる吉祥的意味合いを持つものが多い。諸葬組物館には人物像の装飾彫刻がある。これらの題材はいずれも中国のもので、古事、古代の先見。 伝説上の仙人などを表している。組物間の彫刻は、正面と背面に各7個、側面には各4個の計22個である。それぞれの題材は、以下の通り、便宜上、各面とも向かって、右端の彫刻を落として、番号を付した。正面の7個の彫刻のうち4個は、近畿書が、近畿書が、を題材としたもので、残りの3つは、 修行炭と孔子にまつわるものである。近畿書がとはこと、以後、書、書道、絵画の四つの儀礼を表す。これらは文人のたしなむものとされ、文人の理想の生活を象徴するものである。修行炭は、中時代の政治家で、陽明門の彫刻は、彼が賢人を見逃さないために、髪を洗っている時にも、人々との面会に応じたという故事を表している。 陽明門の初葬正面中央にある彫刻は、水盤を前に髪を洗っている、修光団を表し、その向かって、右の彫刻は、修光団に訴えを聞いてもらおうとしている五人の人物を表している。孔子勘画は、論語の主観第9にあるエピソードで、孔子が川の流れを見つめ、行く者は、格のごときか、昼夜を、者おかずと述べた場面を表している。 背面の七個の彫刻はいずれも、仙人を題材にしたものである。仙人とは、中国の道教思想における理想的人物で、仙術、超人的な術を操る、不老不死の存在とされている。ことだか仙人は故意にまたがり、皇一しみ、王子隆し、梅福仙人はそれぞれ竜、鶴、鳳凰に乗った姿で表される。背面中央の彫刻の題材は非。 長房とされているが、この彫刻の中に非、長房自身の姿はなく、空を見上げる三人の人物がいるのみである。これら三人の見上げる先に空を飛ぶ千人がいるという、設定になっている。当面は北端に虎に乗る低子音、南端に麒麟に乗る長領の彫刻がある。を重縁の左は四ネムズで、天台山区に清路寺の豊か観禅寺と、同時に重した風教の陰者観山。 修徳が、禅師のと名付けた虎と一緒に眠っている図である。その左の彫刻は七福神のメンバーでもある。福六寺と樹老神を表したもので、樹老神の連れている鹿、喧下もいる。西面は、中国の伝説や古事に登場する人物を題材としている。昭山志向は、新代の末期に乱世を避けて、昭山、先生昭昭剣に隠生した四人の講師、東炎公。 久時、花王公、六里先生を指す。明は、白の井で、四名とも眉やひげが白かったことから、この故障がある。古慶三話。ライトは、絵音、東遠明、陸修正の三名を表した図像である。東進の高僧。絵音は、ロザンの東林寺に隠生し、俗界との境である。古慶、川を決して渡らないことを誓っていた。ある日、絵音の下を、東遠明と。 陸修正が訪ねてやってきた。エオンは、訪問を終えて帰る当園名と、陸修正を見送る、道すがら、彼らとの話に夢中になり、気がついたら三人とも故郷を超えていた。それに気づいた三人が対象したというエピソードである。聖王母と、東方追立の図は、東方追立立立と呼ばれるもので、東方追立が、聖王母の園から長寿の桃を盗み出し、 八百年の長寿を得たというものである。三成九賛は大亀を囲む三人の人物、祖職、皇帝権、仏印を表す。儒教の祖職、道教の皇帝権、仏教の仏印の三人が十0日3という巣を舐めたところ、三人とも、酸っぱいといったという故事で、宗教や立場が違っても真理は一つであるという意味を表す。以上の人物彫刻には、 それぞれの願意があるが、特に正面に位置する彫刻には重大な意味があり、正面中央の修光端は、理想の遺跡者像として、徳川家康その人のイメージを投影したものと、みなされ。仙人の像は、家康の肉体は滅びても、その魂は永遠に生き続けることの狂いと見られ、家康を葬った日光の地が戦況であることを、願意するとの見方もある。 当日のカラコ遊びの像は、徳川政権下の天下太平を空意するとみられる。上層高覧の羽目板には、カラコ遊びと呼ばれる装飾彫刻がある。カラコとは、絵画や工芸品の題材として登場する、中国の子供のことを指す。羽目板は、正面と背面に、各9面、側面には、各6面の、計30面である。30面の内10面は鳥や 植物などの図柄で、残り20面が、カラコ遊びである。それぞれの題材は、以下の通り、便宜上、各面とも向かって、右端のはめ板を落として、番号を付した。カラコの彫刻群は、猛母参戦と、芝音光亀割以外は、具体的なエピソードを語るものではない。芝音光亀割は、芝音光が、幼少の時、 誤って、大亀に落ちた友人を救うために、高価な亀を叩き割ったという故事を表す。課長の彫刻のうち、蘭は想像上の鳥で、鳳凰とよく似ているが、お葉が鳳凰のようにギザギザにならない点で区別される。山笠詐欺は中国などに実在する鳥で、お長鳥と表記されることが多い。瑠璃鳥は実在する、スズメメの鳥であるオウルリ、コルリのことだが、 彩色がなければ、スズメと区別しがたい。徳川家康の神格家である、東照大権元の本事物には、薬師如来が当てられた。以下の五軒八棟の建造物が、国宝に指定されている。印の二棟は、東照宮と林王寺のいずれに帰属するか、未決着である。以下は、不、付けたり指定物件。指定年月日、転居、二千年。 平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。